痩せにくい原因、マジでスマホです。今回のストレッチを朝晩行うことで、一日中カロリー消費が上がり、痩せる体が作れます。最後にとっておきな、ベビークロスストレッチを紹介してます。一緒に最後まで頑張りましょう。楽に座って、スマホを前に置きましょう。胸の筋肉を軽くさすったり押したりしながら、腕を後ろに回しましょう。スマホ使っていると、どうしても猫背になります。呼吸が浅くなるのでカロリー消費が 100% 下がってます。一日に結構な数呼吸してるんですが、その3分の1ぐらいの呼吸になってしまうだけで代謝かなり下がりますんで、しっかりね、胸のストレッチをしていきましょう。反対もいきましょう。これさすらずに回してると結構肩がだるくなります。さするだけで筋肉結構緩むんで、ストレッチの時はね、伸びてる部分をさすったり押したりするとね、効果的です。しっかり胸の筋肉を伸ばすと呼吸深くなりますんで、両手前伸ばしてひねって肘を引きましょう。しっかり肘を後ろに引いてください。こういうコツコツしたストレッチがね、体をどんどん硬くならないようにしてくれますんで、可動域が上がれば痩せる体が作れますから、肘曲げた状態で体をひねりましょう。しっかりね、呼吸をたくさんしながら行ってください。酸素をいっぱい吸い込むことで代謝が上がりますから、大きく吸って大きく吐きましょう。朝晩ベッドや布団の上でね、スマホを置いて行ってください。しっかり上を向いて正面で休みます。もし結構硬い人はね、胸の前側さすりながら上向くといいです。下向くことが多いとね、硬くなりますんでね、手をしっかり前に伸ばしたら胸を張りましょう。胸張る、手を遠くに伸ばして胸を張る。手は頭の後ろで脇を締めて脇を開く。ぐーっと脇を締めてぐーっと開く。開く方を意識してください。朝晩やっていくとね、肩こりとかも取れますからね。手は頭の後ろのままで、上を向いたら正面向きましょう。ぐーっと上向いて休む。すごい伸びてる感じがなくても、ちょっと違和感あるだけでもう伸びてますから、硬くなっていくとね、すごい伸びてる感じがわかると思うんだけど、そうなる前にね、伸ばしましょう。体を倒しながら足を少し上げて、骨
盤緩めたりしましょう。こういう感じでね、体をくねくねさせながら体幹緩めて、上半身の筋肉の緊張をね緩めましょう。後ろに手をついて、お腹を高く持ち上げたら休みます。いきましょう。上げて下ろす。できれば上向いた方がいいです。これで背中腰全体伸ばしましょう。オッケー。ラスト、とっておきなメニューがこれです。寝た状態で足を持ちましょう。このまま足を交互に動かします。体を寝たままでいいです。手でしっかりね、下に押さえながら足を入れ替えてください。これでね、腰、お尻、股関節、あっちこっち全部伸びます。最後まで頑張ったよって方はグッドボタンとコメントで教えてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。